はい、吉田さん、この前ね、しまなみ大橋ってのを見たんですよ。で、昔しまなみ大橋がちょびっとだけ映ってる映画で、男はつらいよっていうね、そういったドラマが、映画があったんですけども、その男はつらいよのラストシーンで、トラさんがね、しまなみ大橋が完成したその橋の下で渡し船の待合室にいるっていうシーンがあったんですよね。で、待合室にいるトラさんがそこの待合室を管理してるおばあちゃんに、これから船がなくなって寂しくなるねみたいなこと言ったんですよ。当然今しまなみ大橋ができたんで船はなくなりました。便利になったはずなんですけども、それまで海上交通を支えていたフェリーは廃業して、そのフェリーをまあ元にしていたね、その周りの産業も待合室とかも潰れていって、その船に依存してたね、港町っていうのは今はね、なくなっちゃったんですよ。本当になんか過疎になっちゃったんですよ。だから便利になると、なんかその煽りを受けるところってありますよね。新幹線が通ったら便利になるかと思ったら、新幹線でズバッと通過するんで、その途中の街ってのはまあ過疎が進んでいったみたいなね、そんなこともありますよね。新幹線ができるまでは各駅停車でそれぞれの駅が流行っていたのに、でそこでちゃんと仕事もあったのにねってことなんですよ。で、便利になると消費者は楽なんだけども、その分だけ仕事を奪われる人がいるっていうのはね、世の常ですよね。まあ今ね、こうやって YouTube をたくさん見る人が増えれば、その分テレビを見なくなるって人も増えてきてね、実際テレビが家の中にないっていう人増えてきたんじゃないですか。 NHK もやばいですよね。 NHK は今度ね、テレビがなくても受信料を回収するっていうふうに決まったらしいですよ。何やってんすかね。いってらっしゃい。